ち戦目、本日行われる渡辺秀人と斉藤健人の試合は厳正なる計量とドクターチェックにより両選手とも契約体重をクリアし心身ともに健康であることが認められた。よってこの試合を飛車角バンタム級のタイトルマッチと認定する。2017年11月5日渋谷飛車角道場代表鈴木清。所属斉藤健人。赤コーナー男塾所属渡辺秀人。赤コーナー ここでベルトの変更を行います。試合終了。
違うんですよ。2ラウンド、2ラウンド。失礼いたしました。第1ラウンド終了。それでは判定の結果をお知らせいたします。
ジャッジ赤、ジャッジ2赤、ジャッジ3赤ノーと持ちまして赤コーナー男塾チーム渡辺秀彦選手の勝利です。チャンピオンベルトの贈呈式を行います。それでは勝利いたしました渡辺選手、よろしければマイクの方でお願いいたします。こんばんは、男塾の渡辺です。初防衛戦初防衛戦のことでかなり緊張したんですけどまあでも、はい、相手選手も強くて勝ててほっとしてます。これは本当に強い選手とやっていきたいんで、まあ、どんどん強い選手と応援してください。ありがとうございました。ありがとうございます。勝利いたしました渡辺選手、もう一度大きな拍手をお願いいたします。